ただいまの協議について説明いたします。行司軍配東方力士有利と挙げましたが、東方力士の投げ打つ際に膝が先についており、行司差し替えで西方力士の勝ちとなります。1番は竹風に突き膝があり、徳瀬川の勝ちであります。ここで勝負審判の交代であります。